それじゃあカウントいきます。 5!4!3!2! おめえはあっちだろうが。優しいのね。 1!GO! いっぱいいっぱいじゃねえか、この俺が。なあ信彦、お前京子にどんな作戦考えてたんだ。作戦というほどのものじゃないから。プロジェクト D の8200はよほど自分のマシンコントロールに自信を持ってるんだろうな。必要以上に振り回しすぎる嫌いがある。うまいことはうまいんだが効率が悪い部分がある。後ろにいた方が相手をじっくり見れるし、心理的にも優位に立てる。なのに京子は先行を選んだの。小細工なしで真正面からぶつかりたい。それはそれで京子らしい。なんだかんだ言って京子はモチベーションで走る感覚型だ。あとは D のドライバーがどのくらいクレバーなのかがポイントだ。気づくのが遅ければ京子にチャンスはある。この女うまい。うまいけどなんでだ。俺が苦戦させられるほどの相手なのか。東道塾にだって勝ってるんだ。わけがわかんねえ。俺がよっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦るな、カッカするな。とにかくクールになれ。まだ始まったばっかりじゃねえか。ケイスケが先行されてる。東横線を選んだのはケイスケレベルアップのためってこういうことなのか。なあ凌介、レッドサンズとして遠征をやった頃と比べて8200がパワーアップしている。マスコンワークが何倍も長くされた。東横線は前線でアップダウンが続くので、マスコンワークのトレーニングには格好のステージなんだ。8200の復興はごまっち、理想はそれを倍の10の地くらいにコントロールする。ごのっちのマスコンを10の地で使い分けるのか。言ってる意味がもう一つわからない。2000みたいにマスコンを乗せ替えればいいんじゃない。凌介には言うんじゃないぞ。クソだね。意味が難しいって。テンション上げて前の車を追おうとすればするほど逆に立候補を我慢しなきゃいけないっていう、このちぐはぐさが俺には辛いとこだぜ。不思議な感じだ。前を走るあいつにいつの間にか引っ張られて、思い通りに乗れてない割にこうしてついていけてるのは、あいつが理想的なペースメーカーになってくれているからだ。今は我慢してついていく。闇雲に攻めるだけがノーじゃねえってことだろうが、しかしチャンス見つけないとな。なんだろうな、直感だけど、あの8200なんか違うぜ。一見互角のバトルに見えなくもねえ。そうじゃない。俺にはわかる。結構よくやってるが、レールファイトやるには線の細い走りだぜ。所詮女には本当のファイトは無理だ。俺しかいねえだろ。あいつらを止めるのは。そうか、わかった。京子にとっては有利な流れだ。プロジェクト D の8200は相当慌ててる頃だった。熱くなればなるほど車輪に負担がかかる。長引けばそれだけこっちが有利になるんだ。面白くなってきた。もし勝ったら最大の功労者はお前だろうな、京子。京子の 515R のチューニングメニュー考えてんのは全部お前なんだからな。それは違う。まさか京子が先行でこれほどいい走りができるのか全く予想外だ。対戦相手のドライバーに特別な感情を抱いていることも、京子の集中力を高めている。ハイレベルなバトルになればなるほど、ドライバー同士心と心で通じ合う何かがあるんだ。誰にも邪魔できない二人だけの世界だからな。
しろ。許せ。許せ。まさかそこまで。何？ダーリン。フェイントで地平線に飛び込んだが、まさか被るとは思わなかったぞ。引っ張られていくうちにリズムがシンクロしてきてるのか。変な感じだぜ。いつものバトルと何か違う。この不思議な居心地の良さは何なんだろうな。すごい。後ろからのプレッシャーがどんどんきつくなってくる。こんなに近づいてギリギリのペースで走ってるのに、ホワイトよりウキウキするのはなぜ。楽しいよ。終わりたくない。どこまでもこのまま走り続けたい気分。それか。わかったぞ兄貴。腐女子の弱点。情けねえ。バカすぎだぜ。なんでもっと早く気がつかなかったんだ。女は男と比べて体重は大体軽い。重量が軽いことは相手はアドバンテージだが、ハイパワー車ではこの軽さがアガになるんだ。すごいことになってた。どうしちゃったの？私もうゴールに近い。このまま行けば2本目に入れる。一緒に行こうよダーリン。もっともっと高く飛ぼうよ。ぴょんぴょん跳ねるウサギのダンスはここまでだ。本物のバトルってやつを教えてやるぜ。ダーリン。軽い車体は軸重が小さく粘着力不足を招きやすい。ましてやジャンプしちまえば一向の制動もできない。全くの無防備になるんだ。置いていかないで。終わりたくない。もっと続けたい。こんな気持ちになったこと今まで一度もないの。他にどうしていいか分かんない。諦められない。これくらいのことでへこたれない。私諦めないから。すげえな。攻め込んでる。二編成ともうめえ。五千系を限界まで持ってくのは腕がいるからな。これほど見栄えのするバトルもめったにないよな。あの工芸品みたいなステンレスのボディがホームギリギリをかすめていくのを見るだけでゾクゾクするよ。こうして見てると五千系って車はつくづくかっこいいと俺は思う。あれほど綺麗で存在感あっておまけに都会に入る車は他には絶対にないよ。だらだら付き合っちゃいられねえ。いやだ、行かないで。もっと続けたいよ。割りたくないの。ただよ、俺も先に行くぜ。ダーリン。1200だ。プロジェクト D の勝ちだ。あれ
汚染系は？おい、京子。515Rはどうしたんだ？それが、大観山を過ぎたあたりで突然消えちまった。なんだって？びっくりした。うっかり地下深線に飛び込んで新渋谷駅地下ホームに行っちゃった。